テ部屋なんで、ちょっと部屋着にしてみました。業界一のモテ神っていう風に言われてますけども、どうですかご自身で。やはりモテるっていうのを感じたことはございますか？どうだろう。結構、8キロぐらい痩せて、好きな人がいるんで、その人のために痩せようと思って、当時好きな人が、はい、いて、はい、ちょっと痩せようと思って、痩せましたね。気合で。なるほどね。なんかテクニックあったんですか？そのダイエットするための。栄養の資格取ってるんで、プールで泳いで、でちゃんとした栄養のあるものを食べるっていうのを心掛けたら痩せました。痩せてどうですか？男性の反応って。あ、いいですね。モテますね。モテました？多分なんか男性の方ってプニプニの子が好きって言いますけど、そうじゃないと思う。本当ですか？なんか、結構細い子好きかもみんな。あ、本当ですか？告白されたりしました？その。されたんだよね。あ、されたんですか？結構結構最近ですよね。去年ダイエットされてね。8月ぐらいから急激に、普通に友達だった子からも、告白されたり。じゃあ、モテるためのテクニックっていうのは、まあ、ダイエットも入りますけど、他に、モテるためになんかこう、工夫されたことってありますか？男性を意識して。楽とでめんどくさいって思われるじゃないですか、男性って。私、それで一回失敗してるんで、ずっと彼の前とか、好きな人の前では、笑ってます。今回のテーマが、モテ部屋なんですけど、誰のがれさんのお部屋って、どんなお部屋ですか？普段いらっしゃるところは。白いです。真っ白。真っ白。でも結構、白なんだけど、ちゃんと柄も、黄色もピンクも、青も入ってるようなお部屋です。今日、公開する部屋にちょっと近いです。はい、自分のお家が。ね、男性にモテるとしたら、そこの部屋のなんか理想はどんな感じですかね？なんかあんまりごちゃごちゃしすぎず、あとこう洋服とかもちゃんと畳んでおかないと、男性って意外にそういうとこ見てるんで。ダレちゃんのモテ部屋です。オープン。私のお家でーす。じゃん。一番こだわった場所っていうのはどのあたりになりますか？壁ですね。実際に買いに行って選んできたんですけど、壁紙を。あ、そう。こういう壁紙の作りをする日本のお家があんまりないって、すごい壁紙の人が言ってたんで。行きますよ。マジか。男性目線より女性目線で可愛いって言われたりやる。そうですね。今のところは、こう、同性とか、ダーリンとか、こう、旦那さんとかできたら別じゃないですか。それまではちょっと女の子っぽい部屋に住みたいなって思って。彼もそういう部屋がいいよって言ってくれることの方が多い。どうですかね。でも、可愛いって言われます。こう、ギャップがある。家と、外と。はい、今も何言ってるのさりげなく来るね、怖いさりげなく来たのよ。さりげなく、なんかツイッターで大好きな人がいる。大好きな人はいます。ですよね、うん、その人は家にはん呼んだことある何言ってんの日本語わかんないでもその人が来ても大丈夫な家になってるんですか？なってます、うん、いつでもなんか掃除もこまめにして、うん、埃とかも全然ないようにしといてます。何回か来たことあるんですよね。全然ないですか？その好きな人を呼び込んだこと。今のでも好きな人は昔から知ってるんで。うん、じゃあ友達から。まあ本当に友達からなんで、2年前から好きなんですけど。はい。伝わってるんですか、その気持ちは？だって私前回だもん。大好き大好きが。2年間。間に彼氏もいたじゃない。いたっけ？いらっしゃらない。いない。あれね、事務所でいなくなったことになってる。相談する事務所で。あ、すいません。なかったです。そろそろ。すいません。追いくられた。じゃ常にやっぱり部屋も、その服装も、モテを常に意識してますか、結構。そうですね。でも、結構、外に出るときとかは、結構かっこいい系を着て、来るなーみたいなのを出してます。家では可愛いの着て、そのギャップにコロッとさせようっていう。そうですね。そういう企みです。じゃあその人はコロッとしたわけですね。いいじゃないですか、そんな。やだよ。絶対やだ。できても言わないからね。言ってくださいよ。だって取られるまで言わないもん。じゃあどんな人なんですか、そんな人。どんな人ですか。
兵士関白の人。一般の仕事してる。秘密。はい。じゃあ、終わりさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。